はい、2021年5月の20日でございます。本日は木曜日でございます。動画はですね、昨日の続きで甲子園へ行く道を走っております。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日はですね、タイトルにさせていただいたんですけども、私はね、甲子園をね、最近見るたびにね、あることを思っております。これちょっと直した方がいいんじゃないかなということなんですけどもね、それはどういうことかと言いますと、校歌です。甲子園で勝った方がね、校歌を歌いますよね。で、あれがね、結構感動的でもあるんですけども、勝ってる方の校歌を上げますと、負けた方の校歌は一度も流れずに終わってしまいます。で、勝ってる方ばっかりですね、まあ例えば優勝まで何回か知りませんけども、5回流れたり6回流れたりするわけでございますね。やっぱりね、そういうね、数が増えてきますと感動も薄れてきます。せっかく、勝ち時代を多くしているのに感動が薄れるっていうのはどうなもんでしょうかね。そしてあそこへ来るまでにですね、全国で勝ち抜いてきたわけですからね、一度も効果が流れないというのもどんなもんでしょうかね。そこでね、ちょっと考えますとですね、あれはね、負けた方の効果を流したらいかがでしょうか。よくここまで頑張りましたと称えて、高校野球なんですからね、別にプロ野球ではございません。ある意味教育の一環と歌ってるわけですから、負けた方の効果を流す。そうしますとですね、決勝まで行くわけですね、当然ね。だ、決勝っていうのはもう1日1試合しかございませんので、はじめに、2校の効果を流し合いをすると。まあね、で、勝った方の効果を最後にもう1回流すと、1回だけお得ですよみたいなね、1回だけ優越感に浸れますよみたいなね、いう形で効果を流したらいかがなもんでございましょうか。そうしますとですね、全ての出ている出場校の効果が流れて、大変喜ばれるんではないかと私はね、思ってるんですけど、どんなもんでしょう。やはりね、地方の東京大阪ばかりではございません。地方の方からね、甲子園を見るとですね、やはりね、ふるさとを思い出し、そういうことがございますんでね、それをね、効果、これ、ね、効果もですね、最近ではですね、つんくさんが作ったり、これは間違ってたらごめんなさいね、松任谷由実さんが作ったりしてるらしいですよ。でね、おしゃれな効果もございます。聞いてね、私一回びっくりしたことがございます。もうほとんど感動的なね、ポップスに近いような曲やないかというようなね、詩の意味もよくわかりーのみたいなね、効果がね、今はあるんでございます。ですからですね、そのただ勝った方だけがね、流れるというようなね、勝った方が偉いんだというね、ある意味ですね、そういう風潮はね、なくしていった方がいいんではないかと私は思います。例えばですね、北朝鮮で、マスゲームいうのがございますでしょ。あれなんかね、皆さんね、もう一つちょっと気色悪いなって言われるんです。ところがですね、日体大のね、集団行動というのがございますでしょ。あれはね、わあ、よく揃ってかっこいいって言うんですよ。わあ、おかしいですね。同じですよ、あれね。え、私ね、日体大の集団行動はね、ほんま軍事、軍隊の匂いがしてね、大嫌いなんですよ。でね、あれはね、いっぺんドキュメントでもやってましたけどね、一人の人がね、失敗するでしょ。
で野球なんかね、野球とかバレーボールとかボール競技はね、サッカーもそうですけども、一人のミスをみんなでかばい合う、ラグビーもそうです。でそういうのがねボール競技なんですけどね。で例えば体操なんかでも個人競技であってもですね、団体で戦うときは一人のミスを次の人が補うとかいうね、そういう精神がねあるんですけどもね、あの集団行動を見てますとですね、一人の人がね失敗するとね、どう教えてるかというのね、ほっとけ、ね、見捨てろというわけですよ、うん、で自分の行動を乱すなと、もうこれ軍隊ですね。そのあれをね、ちょっと感動的にね見せてるねテレビ番組がね何個か見たことありますけどね、私は大変おかしいと思いますよ。はい、別にねそんな学校教育でやってることですからね、それにどうのこうのは言いませんけども、それをまたエセ取り上げてですね、ヒューマンドラマみたいにね取り上げるというのはいかがなもんでしょうかと私は思っております。まあ一つ一つのことにね細かくねちゃちゃ入れるなよということはございませんけどね、もうこうなってきたらねちゃちゃ入れてなんぼの世界でございます。で正しいことをね、テレビで言ってることが全て正しいか、テレビもね初めねあることがものが起こりますとですね、どっちつかずの時があるんですよ。今日一日どっちつかずだろうと、で体勢がね傾いてきますと一斉のそっちが悪いというふうにねなってきますからね、あれはえげつないですよ。 ABC とあったら A と B のテレビ局は、こっちがいい、ただし C のテレビ局は真反対のことを言っているみたいなねテレビ局の流れがね私正しいはずなんだと思うんですけどね、 ABC がね常にね一緒なんですよ。タマちゃん出たら可愛いなと、うん、タマちゃんタマちゃんアザラシの子なんかねそんなに見てね何が楽しいねんと私は見ながら思っておりました。見てるかいと、ね、いう話でございます。あ、これはね今向こう側ですかの橋のとこまで来ました。これをねもうちょっと行きまして左に曲がりますと甲子園でございます。ここら辺からですねもう兵庫なんですけどもね住宅街がね一変します。やっぱりね尼崎あたりまでと兵庫ではもう全然違います。ものすごく簡素でね整っていて綺麗でございます。あ、これあたりですね、これ今ね甲子園の駅から、甲子園の駅の方へですね、向かって走っているんですけども、僕ね昔のね混雑した住宅街ではございません。簡素な住宅街でございます。あ、このアーチが見えてきたでしょ。このアーチがね甲子園なんですよ。甲子園駅ね、いつ開発されたか、いつ直されたかしませんけど、今はね、ものすごく綺麗なんです。はい、甲子園でございます。いいですね。ここ駅前なんですけどね、とっても広いです。で、これから43号線の右に向かって、もう角に甲子園がございます。ワクワクしますね。甲子園はなんやかんや言うてもね屋根付きにしてほしくございません。やはり天候が悪ければやめるとかね、そういうねスポーツの特典をそのまま生かしておいてもらいたいものでございます。何から何まで便利がいいんだという世の中の風潮には私ちょっと反対しております。はい、甲子園球場に到着いたしました。はい、左が甲子園球でございます。今日はちょっと長々とおしゃべりが過ぎたかもしれませんが、またゆっくりとご覧ください。ではまた。